はい、どうも皆さん、こんにちは。洛南ジャーナルの千一です。今日はね、富士の森神社からのお送りです。名水スタンプラリーのね、続きをやってます。と言いたいところなんですけどもね、名水スタンプラリーは一旦中止になりました。コロナの影響ですね、これも。ただ、スタンプはもう、今すでに2つ以上か集めた人は、なんかもう、景品が一応交換してもらえるそうです。富士の森神社という場所はですね、こちら、向こう側に本殿があるんですけども、実はね、その由来になるものというのは、平安京ができるより以前からあったという、すごい歴史のあるところなんですね。そちらにね、宝物殿があります。何があるかと言いますと、平安期に作られた甲冑であったり、あと、ここ、鶴丸っていう刀を一時期所有してたことでも知られるんですね。鶴丸っていう刀自体もその平安時代にできた刀なんですけども、一時は織田信長が所有していたり、その後伊達藩に渡るまでの間、この富士の森神社にあったということだそうです。今はその伊達藩を通じて仙台から明治天皇に送られたということで、今宮内庁が管理しているようです。スマホゲームかなんかですかね、あれアニメだったかな、刀剣乱舞かなんかで、なんか聖地巡礼みたいにここに来る人もいるようですね。喫煙所がまだ残ってます。もう喫煙所って最近ね、どこ行っても閉鎖されてるんですよ。僕はね、別にタバコ吸う人間じゃないんですけど、なんかちょっとどうなのかなとそれは思いますけど、ここね、なんか長い道になってるんですけど、5月にね、富士の森祭りというのがありまして、ここでやぶさめが行われるんですね。今年でもお祭り自体どうなるでしょうね。山鉾巡行がね、祇園祭ですけども、なくなったということで、山自体は建てるのかどうかよくわからないですけど、もうなんかあちこちにね、そういうもう、なんかのイベントなんか、どこの祭りだったかな、なんか、信長の焼き討ち以来の中止とか、そんな話も出てましたね。なんかすごいことになってます。オリンピック、来年も多分できないんじゃないのかな。もう返上した方がいいです。そんないくらもかけてやるもんじゃないです。やぶさめが行われたりするで、馬に縁のあるってことでね、ここはね、絵馬なんか見てるとね、競馬次どこどこ勝ちますよとか、当たりますよとか、そういう風な願掛けで来てる人もいます。で、名水っていうのがどこにあるかと言いますと、そちらのね、奥の方にね、ありまして、ちょっと見てみましょう。ここは祭殿ですね。富士の森神社はね、節分の時期にはなんか節分祭りでのがあって、ここでなんかそういう行事事をやってたりします。名水の場所がね、もうちょっとで見えてまいります。はい、こちら本殿です。平安期のものであったり、南北朝時代のものであったりね、その足利家の誰々がね、作りましたみたいなものもあるんですね。ここすごく歴史のある場所です。こちらですね、名水というのが目安でしょうか。富士の水ってことで、病気を治す効果があるぞみたいな、そういう言い伝えもあるようですね。伏見っていう地名の由来も伏見水ですからね。非常に水に恵まれた場所であったと、それであったからこそ酒造りができたという、そういうバックボーンがあるんです。名水スタンプラリー自体は中止になりましたけど、この動画自体はまた続けていくつもりなんで、またいつか再開すると思いますし、来年以降も名水スタンプラリーありますんで、富士の森祭りがまたあるようだったらね、僕も、また来ようかなと思ってますけど、ちょっと今現時点ではどうなるか分かりません。とりあえずこちらから以上です。ジベリ。